マロン型のコッパーターコイズを使って超簡単通すだけのイヤリングを作っていきます。使うアイテムはコッパーターコイズ、そしてフープ状のイヤリング、こちらはサイズが 1.2 センチのものを使いました。ミーニングチャーム、サイズ感が同じのプチムーンとプチレインボーをメインに使います。もうこれはね、もう本当にすごく簡単なので工具も使いません。ハンドメイド初心者さんとか未経験者さんにおすすめしたいレシピです。まず最初にコッパーターコイズをフープイヤリングに通して、次にミーニングチャームを通していきます。通すだけ超簡単だけどちゃんとしっかり可愛いっていうのが私がアクセサリーを作る上での絶対条件です。はい、完成。簡単ですよね。例えばプチムーンにプチスターをレイヤードさせてみたりとか、それからターコイズと同じぐらいの大きさのカラフルムーンと組み合わせてみたりとか、ベースがターコイズなのでどんなパーツでも馴染みが良くて可愛いと思います。ジャラジャラした感じも可愛いので気分に合わせて日替わりでアレンジしてもいいかもしれませんね。つけてみました。ホワイトベースにブラッドオレンジの花柄のブラウスを着てるんですけど、ここに鮮やかなターコイズカラーが入ると一気に春らしさが加わります。着脱も簡単なので毎日使いしやすいと思います。ぜひハンドメイドアクセサリーの参考にしてみてくださいね。